藤沼明は、日本の公認会計士、日本人初の国際会計士連盟会長や、日本公認会計士協会会長、中央大学大学院戦略、経営研究科特任教授などを歴任した、東京都生まれ、1968年中央大学小学部、卒業、井上達夫ゼミ出身、1969年堀江、森田共同監査事務所入所、 1970年、アーサー・ヤング公認会計士共同事務所入所。1985年国際会計士、連盟国際監査実務委員会日本代表委員。1986年、朝日神話会計者、代表社員。1993年、オーター・キカズ監査法人代表社員。2000年に、日本人として、初めて国際会計士連盟会長に就任。 2004年日本公認会計士協会会長。2005年、イフワーズ財団評議員兼副議長。2007年日本公認会計士協会相談役、東京証券取引所、グループ取締役、田場啓証券取引所自主規制法人理事。2008年中央大学大学院戦略、経営研究科特任教授、住友商事監査役、武田薬品工業監査役、 野村ホールディングス取締役、野村証券取締役、住友生命保険取締役、2010年関西大学客員教授、セブンアイホールディングス監査役、2015年中央、大学大学院ビジネススクールフェロー兼、大学院アドバイザリーボードメンバー、朝日中受賞受賞、2017年千葉学園幹事、2018年日本公認不正検査士、 協会理事長、2019年塩野義製薬監査役、ありがとうございます。